それではですね、続いてここですね、胸部フレームということになるんでしょうか。ここも仮組みやっていきたいと思います。で、必要な部品が A の1と A の2、これダークグレーですね。さらに B の1とか、E の1とか、それから N の1、まあ、この辺が全部使うものと。で、その他もろもろですね、こういったサブランナー、必要なものを出しておきました。で、この赤く縁取りされているところですね、これを今から組み立てていきます。まずここまでね、できました。ページをめくって、よいしょ。で、いろいろやることありますよ。よし、あとで頑張ったそう。こうなります。こう出て、こう回ってすっごいね、超絶可動につながると、まあ、そういうことですね。はい、
で、これ入れて、で、下ろしてあげる。おはい。これで、フレーム、OK です。続いてはコアブロックですね。いきましょう。これは変形しない方ですね。コアファイターじゃなくて、コアブロック。で、フォアブロックと言いたいところなんですけど、もう今、下半身バラバラになってますので、フォアブロックは、こう、入れますと。で、こう入れますね。はい。はい、これでいいかな。あ、まだなんかあるな。バーニャ？これもいいか。